TRS-3D はドイツのイーズ社が開発した3次元レーダー。従来の3次元レーダーと比して小型軽量であり、その特徴から各国で採用されている。アメリカ軍ではアン・ s p s 7 5として正式化されている。水ん状に TRS-3D-32 を搭載したブレーメン級フリゲート TRS-3D は C バンドを使用する。 パッシブフェーズドアレイレーダーであり、対空捜索のほか、その高精度により、射撃式にも使用することができる。アンテナの安定化を機械的に行う TRS-3D-16MS、電子的に安定化するようにして軽量化した TRS-3D-16ES、逆にアンテナを大型化して、探知距離を増大させた TRS-3D、 32の3種が運用されており、また、イギリス海軍の新中距離レーダー計画向けとして、中間的な TRS3D-24 も開発された。TRS3D-16 は、その名の通り16列の放射素子を有しており、各列には46の素子が配置されている。IF を含めてのアンテナの大きさは、TRS3D 16ms が幅2 5メートル、高さ2 9 2メートル、重量 862kg。TRS3D16ES が幅2 5メートル、高さ2 4 8メートル、重量 575kg である。ES 型では、システム全体も軽量化されており、MS 型で 2179kg であった。 システム全体重量は 1990kg となっている。なお、より大型の TRS3D32 は32列の放射素子を有し、アンテナ重量は 1350kg である。TRS3D16 は下記の4つの創作モードを有する。なお、自動目標検出、追尾処理能力により300個の空中、海上目標を管理できる。 ドイツ海軍、スペイン海軍、フィンランド海軍、ノルウェー、沿岸警備隊、デンマーク海軍、マレーシア海軍、アメリカ海軍、アメリカ沿岸警備隊。ありがとうございます。